でございます。今日の朝はね、自撮りでね、大浴場に行きたいと思います。こちらがね、大きい方の浴室です。女湯にしました。行きましょう。暗いな。ご覧ください、こんな感じのね、脱衣所でございます。もう棚が水色に塗ってあったりとか、壁がね、ほら水色のしましま模様、なんか可愛くない？で、床もね、ほらチェックマークだったり、チェック柄だったりね、すごく可愛らしい雰囲気のね、温泉ですね。朝は人がいなくてすごい静か。結構滞在のね、お客さんが多いのかな。じゃあコスプレ可能な温泉にはなってるけど、50代60代くらいの年配の方が多いイメージですね。朝風呂、昨日の夜もね、なんかまあ寝たんだけど、ちょっと寒かったから朝風呂に温まります。お着替えが完了しました。では朝風呂に行きましょう。こちらが大浴場です。こちらがですね、2箇所あるうちの一番大きい方の大浴場です。広くない？めちゃめちゃね、広いんですよね。で、なんかレンガ調になってるから、ちょっとレトロな感じの作りになっています。ちょっと流れ出ているお湯が熱いんだけれども、かけ湯して入りましょう。熱っ熱っ。源泉かけ流しかな。もうね、お風呂から溢れ出てます。熱いの、これが本当に。すごいいい温泉な気がする。源泉かけ流しのね、温泉、まあ、数少ないから、なんか雰囲気もいいし、なんかお客さんもなんか静かで、周りもね、山に囲まれているから、何の音もしないから、静かに過ごしたい人には向いていますね。夜も入ったんですけれども、そこはファンクラブ限定で公開をしているんですけど、やっぱりね、夜と比べると日中日の光が入ってちょっと綺麗かもしれない。ここに水を足したりするのかな。1回目に入ったさ、小さなところは長いホースで水入れられるようになってたから、ここはね、そこほどは暑くはないね。向こうの方がすごい暑かった。この謎のね、柱が立ってるの、アーチ状の、何なんだろう、門みたいな作りになっていますけど、ここをね渡っていきますと、こっちの方が広いね。すごい湿気がね、やばくて、もう壁とかさ、びっちゃびちゃよ。こんなもんなんかな。もうすでに汗がやばいんだけど、暑い。
るの。それぐらいの源泉の効果って強いよね。那須の温泉も多分3、4回くらいから来てるけど、那須の温泉ってハズレがね、あんまりない気がする。私の考えですけど、ハズレがあるところもあるかもしれないけど、私が選んで行ったところはほぼほぼハズレがなく、どこもね、清流が良かったりとか、雰囲気良かったりとか、なんか、那須っていいとこだね。めちゃくちゃ別荘とかあるじゃん。私も那須に別荘を建てたり。それぐらい金持ちだったらいいんですけどね。ファンクラブです。よいしょ。もう暑すぎる。でもね、ここにも洗い場がありますので、洗い場チェックしたいと思います。洗い場チェック。こちらがですね、洗い場となっております。シャワーと鏡と椅子置いてありますね。で、ここで使われているシャンプー、これ1本目でもね、紹介したんですけど、これ同じですね。バウンシアのボディーソープと肌に優しいリンスインシャンプーです。昨日の夜ね、使ったんだけど、これめちゃめちゃ泡だった。何これ、プレミアムモイスト。タオルなかったんだけど、手だけでもすごい泡立ちが良くて、普通に家で使いたいと思った。シャワー、それぞれ3箇所あるけど、ここがね一番新しそうですね。水圧チェック、ちょっと優しめなシャワーです。地肌に優しいタイプ。ということで、今回はね、栃木県の那須にあります石川翔さんからお届けいたしました。限定版はね、ファンクラブでお送りいたしますので、ぜひ概要欄から見てください。コスプレ可能な温泉って言われるけど、なんか普通に温泉のレベルも高いし、ご飯も美味しかったし、料金もすごく安いんですよ。1泊1万円もしません。素泊まりとかだと本当に3000円、4000円とかありますので、皆さん宿に困ったらぜひ参考にしてみてください。ということで、本日は石川翔さんからお届けいたしました。またね、バイバイ。ちょっとファンクラブ撮ります、限定版。